麹は提供しません。まずはセリーグの麹、吉川選手抹消、続いてパリーグ麹、加藤選手抹消となりました。特例とは言えなお気いないのきつすぎるやろ。登録に西浦くんがいる、抹消にええと思う人がいる、田島と直道が入れ替えか、田島の抹消自体は妥当だね。アドンはってギリお友達枠、 DeNA に救世主の登場です。吉川直樹さん、特例で抹消か。まあできるだけ早く戻ってきてくれることを祈るのみです。吉川選手、特例抹消。意地でも消えない溝脇、まあないやスタリンか、直樹なんでって思ってど特例か。直樹抹消、待てて待てて待て待て、西野が昨日上がってなかったことに今気づいた、わらわら。横山くんも抹消か。早いな、西野さんが帰ってきた。西野さん昇格お帰りなさい。横山くんも見たかったな。時々やってくる迷彩杯横山楓の一軍見学会、これにて終了。皆さんプリスキーです笑い。今日は栗山選手のスタメンがあると思っていただけに、特例での抹消とのことなので大事に至らないことを願います。上げ強すぎたから横山くんが見学になってしまった。西野さんやっぱ上がってきたか。西野さんお帰りなさい。細川きたー、意外と早く戻ってきてちょっと驚き。栗山がクリスキーになった。栗山さん調子良かったのに特例か。ご視聴ありがとうございました。